お、このぐらい立ち上がりがしっかりと出てます。比べてだいぶ根元が潰れてる状態ですね。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リクエスト動画になります。今日は、猫っ毛の方向けと、あ、髪の毛の量が多い方向けの、乾かし方の違いをやってみました。で、今日はブロードライヤー、クレイツさんのホリスティックキュアのブロードライヤーを使ってやったんですけど、なんでこれを使ってやったかというと、やっぱりその猫っ毛の方は、まあ、ボリュームが出ないとやっぱヘアアレンジ決まらないし、で髪の毛の量が多い方は髪の毛の量をこうちょっと少なくボリュームダウンしないと髪の毛がまとめれないっていう状況になってしまうので、それを、まあ、やりやすくするベースの作り方を今日はやってますので、ぜひそれでお困りの方、この方法で試してみてください。それでは動画をどうぞ。全体的に8割ぐらいですかね、ちょっとウエット感が残ってる状態から始めていきます。ホリスティックキュアのブロードライヤーを使っていきます。まずはサイドの部分をダッカールで分けていきますね。だいたい3、4センチ幅ぐらいでスライスを取っていきます。ドライヤーを本当にこう溶かしながら根元にしっかりと入れ込んでドライヤーをしていきます。当てたらこのまま少し上に向かって乾かしていきます。するとこのぐらい立ち上がりがしっかりと出てます。最後の真ん中の部分ですねも同様に取り分けていきます。同じようにドライヤーを根元の部分からしっかりと当てて、このまま少し上に向かってドライヤーを抜いていきます。でトップの部分がすごい重要で、ここのスライス幅が今ぐらいちょっと厚いと結構変な跡ついちゃうので、なるべく少なめに1センチとか2センチ以内ぐらいのスライスで取り分けます。まず下の部分から同様にドライヤーを当てていきます。するとこのぐらい立ち上がりがしっかりと出てます。後ろの部分も同様にやっていきます。トップの部分は少なめにスライスを取ってドライヤーを入れていきます。するとこのぐらい全体的に立ち上がりが出てます。同様にサイドを分け取っていきます。スライス幅は先ほどと一緒でだいたい3センチ幅ぐらいで取り分けます。
ドライヤーのブラシを上から下に通すような感じでブローをやっていきます。反対側と比べてだいぶ根元が潰れてる状態ですね。ペタッとした状態になってるかなと思います。トップの部分までやり進んでいきます。下から上に根元にボリュームを出すようにブラシを入れていきます。トップにボリュームが出て、横はちょっと収まってる状態ですね。後ろの部分も同様にやっていきます。最後トップの部分も同様に下から上にブラシを入れていきます。こんな感じでトップにボリュームが出てる感じになってます。猫っ毛の方はどちらかといったらやっぱりそのボリューム感が全体的に欲しいので、このブロードライヤーでやっぱりそのブラシの部分でこう根元を全体的に起こしてあげる。で全体的に起こしてもぶっちゃけた話ちょっとしたらやっぱりこうボリュームダウンしてくるので、やっぱしっかりと根元から通してこう変な話にちょっとボンバーヘアにするぐらいの気持ちでやってあげると、まとめた時にバランスが結構綺麗です。で、髪の毛の量が多い方はもうとにかく、言ったらブラシでボリュームを抑える、それをやることによってやっぱりこうまとめた時に髪の毛がやっぱ扱いやすく結構なるので、まあ抑えるっていう感じでもう本当に全体的にボリューム抑えて、ただやっぱりこう量が多いとこう横に広がってきてしまうんですよ。でそれをちょっと抑えるんですけど、やっぱ時間経つと若干は広がってくるので、でトップがそれでペタッとしてると逆にこうなんていうんですかね、また横が広がっているように見えるかなと思うので、逆にトップはちょっとボリュームを出して、でこの辺は抑えるような感じでやってみましたので、本当にヘアアレンジの基礎になる方法かなと思いますので、皆さんぜひやってみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それではさよなら。